皆さんこんばんは、津軽三味線奏者の久保田雄二です。こんばんは、アーティファクトです。今日は緊張してます。今週来週と前半後半に分けて今回のゲストの方のお話を聞きたいなと思っております。はい、すごく内容の濃い回になると思います。僕がなぜ緊張してるか皆さんすぐ気づくと思いますので早いとこ進めましょう。はい、新東京商店街は昔ながらの商店街のようにあらゆるジャンルの専門家クリエイターが集まって、そこから新しいコミュニティが生まれ新たなものづくりを展開していく、そんなコンセプトで番組をお送りしています。それでは新東京商店街オープンです。ザ・ファクトリー東京がお送りしている新東京商店街、本日のゲストをご紹介しましょう。三味線プレイヤーの吾妻博光さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ緊張してます。緊張するような間柄じゃないくてね、よく知ってる。いや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 、こういう感じでねお会いするのもなかなかないことなので、はい、じゃあアーティいつものプロフィール紹介を、はい、はい、お願いします。ご紹介いたします。吾妻博光さんは茨城県出身、6歳より津軽三味線をはじめ、幼少の頃より数々の津軽三味線大会で優勝するなど純邦楽界で高い評価を得る。ジャンルを超えた国内外アーティストとのセッションは各方面から注目を集め、世界30カ国以上で公演を行う。2013年安倍内閣総理大臣主催の東京2020公式優勝会、第5回アフリカ開発会議公式首脳晩餐会では日本を代表して演奏を披露。また日本全国の小学校において日本の伝統音楽の魅力を伝える授業を行っており、次世代への文化伝承にも力を注ぐ新世代津軽三味線奏者の第一人者である。もうね、プロフィールがねちゃんと紹介したら大変なことになるっていうぐらいありすぎて、ね、もうなかなかね本当にあの一部しかご紹介できてないんですけれども、いえいえ、早速じゃあちょっと1曲、はい、まずはちょっと聴いていただきたいなと思っておりますが、はい、曲の紹介をお願いしていいですか。はい、僕の1枚目のアルバムの代表曲です、You という曲を聴いていただきたいと思います。
お聞きいただいたのは吾妻宏光さんベストアルバム水から You、でした。はい、ずっと同じね、その子供の頃に同じところでこう三味線を一緒にやらせていただいてって、その当時は全く考えていなかったというか、自分もそんな風に思ってなかったんですけど、うん、そもそもなんで三味線始めたんですか、吾妻さんって。三味線はね、やっぱりうちの父親が趣味でやってたんですね、うん、でやっぱその三味線というか、三味線の中でもまあその津軽三味線というのはその迫力というものとか、いわゆるインプロ即興で演奏するというようなスタイルだったんですね。だからその辺が自分の感性に合ったというか、こう共鳴したんですね。うーん、だそこのやっぱりこうなんていうんですかね、やっぱまあ津軽三味線のその迫力、音色というもの、それにやっぱ惹かれて6歳から習うようになったんですよね。やり始めた時ってもうその音が好き、音が大好きすぎて、うん、とにかく音出してみたいみたいなところからのスタートって感じですか、もう本当。そう、やっぱ三味線っていうのは楽器もちょっと値段するもんなんで、父親はやっぱ触らせてくれなかったわけです。普通の会社員なんで、で6歳の子供が触ってバチとか皮を破ってしまったりすると、それだけでも何万円もするような世界なんで、だからまあ、うちの親父はその、まあ、晩酌して、まあ、寝る前に自分の部屋で三味線弾いてたんですけども、はいはい、やっぱり飲んでるんでこう音よりも近いわけですね、はい、その隙を狙って三味線取って、あ、こんな風に弾いてたなっていうことを何回も繰り返して、身を見まれで 2,3 曲弾けるようになってたんですよ。へえ、それがスタートなんですか。それがスタートですか、うん、じゃもうこっそりお父さんに隠れて、うん、ちょっと触っては夜しかそれは父親が練習するのを、はいはい、座りながらこうやって見て、ちょっといじってまた見てっていうのを繰り返してて、今度はじゃあもうちょっとやっぱ弾きたいなと思った時に、はいはい、父親がいない時間を狙ったわけですね、はいはい、やっぱ会社行ってて僕ら子供ですからね、小学校なんで学校が早くあるんで、はい、急いで帰って父親の部屋に行って、うん、それで、練習して丁寧にこう畳んだしまったつもりでも、やっぱ6歳の子供がしまうぐらいなんでバレるわけですよ。はいはいはい、ひろみつまた触ったなって話になって、それでも繰り返しで、でもじゃあそんなに本当にやりたいんだったら、じゃあ同じ教室行こうかと、いうことで始まったわけですね。へえ、結構じゃあもうあれなんですね、その子供よくある、怒られてたんですね、子供ながら。そう、子供で怒られて、勝手に触っちゃ怒られてを繰り返して、そこからじゃあ一緒に行くかってなって、 そう、でそれでやっとこう自分の三味線っていうものを、まあ、はいはいはい、以前父親が使ってたちょっと細いタイプの三味線があって、うん、それをまあ、もらって許しを得たわけですね。もう弾いていいよと、はいはいはい、だからもう学校帰って、まあ、僕も割と遊ぶのは好きだったんですけども、練習すると決めた日にはもうとりあえず帰ってすぐ三味線練習して、漫画を見ながら弾いて、ご飯食べて弾いて、お風呂入って上がったらまた弾くぐらいのことは弾いてたわけですね。だから僕が言うのも変ですけどね、やっぱり小学校3年生ぐらいまではうまいなと思ったんですよね。あ、俺天才だなと思ったんですよ。あ、それもやっぱ練習してたし、はい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 、自分の会の方でも僕の年数で そこまで弾く子供もいなかったし、うん、で地元じゃなんか子供ならこんな演奏できるっていうことで新聞載ったりすると、うんうん、それは天狗になりますよね。周りもね、大人もいやーすごいねちっちゃいのにっていう、はい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 、まあ、とある仕事で東京来た時に、今度はそういうプロの一線の演奏を生で聞いた時に鼻をへし折られたわけですね。でそれでちょうどその全国大会があるっていうのを知ったんで、それで初めて大会に出るようになって、はい、全国のレベルってのはどうかっていうことをなんかこう模索し始めたわけなんですよ、ね。そこから大会とかっていう風になっていって、うん、でその後今度東京に来るわけじゃないですか、うんうん、で東京に来てそこでまた一個大きなこうバンド活動というか、町自体がその大きい企業のやっぱ城下町だったんで、はいはいはい、普通はまあその会社に入るのが昔はもう終身雇用というかね、もう本当にそこの入ればまあ一生安泰というかそういうような世界だったんで、その世界で僕は終わりたくないなと思ったんですよね。やっぱり三味線も好きだったんで、まあプロとしてやれるかっていうことの挑戦をしたいと、それだったら早いうちがいいなと、でダメだったら戻ってきてまあ会社にやろうかなという考えがあったんですけど、それだったらもう高校、親としては高校卒業してから行ってもらいたいという思いがあったんでしょうけど、僕は早く出たいというのがあったんで、中学卒業してすぐ東京出たわけですね。で
まあ、運よくというかたまたま17歳の時に竜道組って宇崎竜道さんがやってたバンドのギターの方が作った、まあ、日本の楽器とハードロックが混ざったバンドに参加させてもらって、そこで、まあ、実際にその、まあ、ハードロックの中で三味線を弾くようになったんですけども、うん、まあ、その前から、まあ、姉の影響で洋楽を聴くようになって、小学校終わりぐらいから、でやっぱ海外の音楽というものがすごく日本のその当時のやる歌謡曲ですね、今の J-POP に多大な影響を与えたなと、そういうオリジナルを作る世界とか人種というものにまず憧れを持って、ゆくゆくはまあ海外三味線一本持って放浪というかいろいろセッションしたいなというものがあったんで、その前段階としてとりあえず東京に出て、まあ、力つけて海外に行こうかなという思いがあったわけなんですね。だからそれでいろいろそのバンドの活動もするようになって、海外に行くようになって、海外でロックの音楽の中で三味線を弾くこと自体が日本であんまなかったので、そういう人たちがいなかったので、自分の中ではかっこいいと思ってたわけですよね。でも海外に行った時にはそのバンド自体の反応も良かったんですけども、やっぱ古典曲とか伝統曲をやはり演奏した方がものすごい反応があったっていうことにショックがあったわけですね。日本国内だったらなんでこんな民謡やってて古臭いねって言われてたものが海外での評価というものがあったわけですね。そうすることでなんか飛行機の中やっぱ帰ってくる時考えたら、やっぱ三味線というものをものすごく生かしてるのが伝統の世界にはあるんだなと。でその時にやはりその伝統というか昔からあるものと新しいものをやっぱり両立してやっていきたいということの決意がそのバンド入ったことによって生まれてきたわけですよね。いやね、本当に衝撃的な、そのバンドもすごくやっぱびっくりする、逆にその三味線やってる人もそうじゃない人たちもやっぱね、見た瞬間になんだこれはってやっぱ思いがすごい強くて、でもすごいそれがかっこよくて、でそこからでもずっとそのなんだろう、僕ずっと赤妻さん見てて思ってたのは、あの時代があって、うん、でそこからさらにこうソロデビューっていう風になってって、あんだけロックロックしてたところから結構ソロデビューしてからまた全然ガラッと色変わったじゃないですか、うん、そのあのロックのあのテイストから自分のその赤妻宏光っていうソロデビューのきっかけになって、新しいそのなんだろうな、僕らの世界でいうその要は、あ、赤妻さんだよねって僕らの中でよく言うんですよ、その曲が流れてきた時に、あ、これ赤妻さんだねってすぐ分かるので、はいはい、そうなったきっかけって何だったんですか。ものすごく津軽三味線ってこうビート感でいうとロックに近いというか、そういう要素もあるし、またジャズ的にその即興で演奏するっていうものがあるんですけど、その中でやっぱり自分の中ではやっぱロックとかもいいんだけど、もっといろんなジャンルでこの三味線っていうものをもう作品を生んで、可能性を広げたいなっていう、表現の幅を広げたいっていう思いがあったんですね。でそれで、まあ、ドラムとの、まあ、プレイヤーとかいろんな、まあ、ジャンルもあると思うんですけども、まずやっぱり電子系というか打ち込みでちょっと音をちょっと丸くする、エッジの少しこう取れた感じのもので三味線っていうものをどう生かすかっていうこともちょっとやりたいっていうことと、やっぱハードというよりはそのソフトというものも柔らかい音色も出したいということもあったし、聴いていただいたその You という曲もシャッフルというかああいうリズムに関してもやはり三味線がもともとある民謡のものだとちょっとこう陽気になるというか、まあ阿波踊りって言えば分かるんですかね、なんかこうとてもこう賑やかな感じのちょっとクールな感じの曲っていうのがオリジナルの曲だとその当時はなかったので、新しい挑戦としてやっぱそのリズムでトライしたいっていうこととか、やっぱできるだけそのアルバム1枚に対して一つのテーマというかトライはしていきたいなっていうのがあったので、まあ You というのがちょっとその一つ、シャッフルのリズムでどうクールに三味線を弾けるかっていうことも挑戦したかったですし、まあ、そういういろんな要素を、まあ、自分がバンド編成であったりとかジャズ的であったりとか打ち込みとかっていうものも、まあ、とりあえずトライしたいっていうのがそのバンドロックバンドやってる時にいろんなこう自分の中でこう気持ちが溜まってきて、それが自分のハードロックで多分三味線やるという道ではないなと、うーん、一つの道であるんだけども、それが自分の道で王道としてやるんじゃなくて、もっといろいろとりあえずトライして、ゆくゆく例えば50ぐらいになった時にもしかしたらハードロックまた戻るかやるかもしれないし、ただいろんなトライをしたいなっていう、その中でどん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 自分がやりたいものがそういう音楽のスタイルっていうものを変えていったのがアルバムに表現されたわけですね。すごいね、本当にノンジャンルなんだよね、はい、いつも思うのはどのジャンルとでもやるし、でしかもそのこれはなんか僕ら三味線やってる人たちはすごいいつもテーマにしてる部分の一つかもしれないんですけど、
どの曲を聴いても三味線の音が一歩間違えると三味線の音ってすごいエッジが効きすぎてて聞きづらいところあるじゃないですか、うん、特にその激しく弾いてるところとかが、うん、まあ一般の人たちから聞いててちょっとうるさく感じてしまうというか、うん、それがやっぱない、うん、でも三味線の持ってるパワーとか奥にある深い部分とかっていうのは全部ちゃんと前に出てるのね。だからどのジャンルとやってるっても三味線が綺麗に前に出てるっていうそのなんか作り方もいつも多分もうあの他の三味線弾きもそうだと思うんですけどみんなね謎だなと思ってね、うん、吾妻さんの吾妻さんのチームって一体どういう人たちなんだみたいなよくそういう話になるんですよね、うん、だから三味線ねやっぱりゆうじ君言うように割とこう三味線弾きとしてはもうちょっと本当は前に出た感じの定位で、うん、あの CD の音源本当は作りたいわけです。そうなんですよ、そうなんです。余韻がちょっと聞きにくいんででも、うん、やっぱりちょっと同じぐらいのバックトラックというか、まあ、そういうサウンドと同じぐらいにしてしまうとやっぱ美味しいところがちょっとこう三味線のものが消えてしまう、うん、マスキングされるところもあるのでその辺のバランスがものすごく難しいですよね、うんうん、編成によっても随分、EQいじるとか、でもやっぱり基本的に今までいろいろ1枚目の時とか2枚目の時はものすごくいろんな、うん、アンプだ EQ だ、はい、なんだかんだらっていうことでちょっといじりましたけど、はい、基本的にやっぱ自分が出す音が良ければいいんだなと、うん、そこからだからマイクも自分の、まあ、合う相性のいいものを選んであとはどうその自分が演奏できるかっていうことと、まあ、多少定位であったりとか音色というものはあるでしょうけどもやっぱりそれもともと録音したものっていうのはやっぱり EQ かけるとねやっぱどうしてもいじった音になってしまうわけなんですね。でどっか一つ上げると三味線っていうのは変なところがまたこう低音が出てきたりとか、はいはい、高音が出たりとかいびつな形になってくるのでそこら辺のバランスっていうのはやっぱりいかにいい音で取れるかっていうことといい音出すかっていう、うん、それさえできればだから今僕ここ 4,5 枚ぐらいのアルバムですかそこはもうずっとほぼ一発撮りでだいたい2テイク、3テイクなんですね。でよっぽどじゃないとやっぱ直さないようにしてるんですよ。はあ。それは直せば 100% というか完璧自分が思うその一応演奏ができたかもしれないですけど、はい、どうしてもやっぱこうノリというか、うん、そういうものっていうのはなんか余計デジタルになればなるほど時代が進めば歌に関しろリズムに関しろ何に関しろ完璧に多分調整は効かずなんですね、うんうん、ソフトを使えば。でもそうじゃないやっぱ人間臭さであったりとかそういうものはやっぱりこうリアルというかライブ感というものをやっぱりちょっと大切にしたいなと思っているので本当はあここちょっとまずいなちょっと音をかすったなとかあったとしてもそれはもう直さないでそのままもう出してる、うん、はだからアーティスト入れ替えだとしても1日3つぐらい作品撮ることもあるわけですよ、1曲目例えば宮城来ました、はいはいはい、次終わったらじゃあ次、例えば小葉さん来ましたとか次はじゃあ小野梨沙さんが来たとか、うんうん、例えばありますよね、はいはい、3アーティストだから1日でだから3つ4つぐらい撮った時もあるわけですよね。はあ。できるだけ家族との食事も大切にしたいのでできるだけ7時とか8時前には、はいはい、帰れるように。そうですね、だってお父さんの顔もあるわけですからね、はい、いやもうそれがもう本当それがすごいんだって。もうね同じ楽器を自分もやらせてもらっててこうもう本当に大先輩だし常に前を走ってるというか常にねなんかどこに次はこの人は行くんだろうっていうのをいつも思ってるんですけど、ただ僕がやってないスタイルというかジャンルで言うとやっぱユージ君の場合はあるのでそこを例えば、うん、どうしてもその三味線の音量を稼ぐのにライブでやろうと思うとなかなか大変なこともあるの で、ね、そこをどうやっていくかっていうのはやっぱり、うん、ある程度ビート感を聞かせなければいけない空間でしょうからその中で三味線というものを生かすのにはどうしたらいいかということでいろんな僕にはない悩みというものが多分いろいろあると思うんですね、うん、でもこれは僕が助けるんじゃなくて己でやっぱり道を切り開いていかないとダメなんで、ではそうですね、思ってますね。でもやっぱりそれをやっていた人間というのはいろんな若い人が例えば出てきたりとかしたとしても絶対強いんだよね、はい、それが経験として人間もらうはものすごく大切なことなんで、うん、教えてやれることっていうのは別に大したことなくて、そうですね、やっぱこう自分から模索して、うん、僕らも例えば10年ぐらいかかってやってきたものをCD なり映像を聞くとね多分1年ぐらいで例えばそれを習得するというか一緒のような演奏をしたとしても
申し訳ないけど経験とか、うん、あの開拓シーンという部分でいうとハングリースリーでいうとやっぱそいつらには負ける気はしないし、うんうん、だからそれをやっぱりやっていった人間というのはすごく強いと思うんだよね、うん、だからユージ君はその辺はねあのいろいろ苦労はあるんだろうけどあの CD 聴かせてもらったりしてユージ君頑張ってんなって思うしあのああいう状況の中で例えばやるというのはまたいろんな苦労もあるんだろうなっていうのは、はい、なんとなく ね、あの少しの経験はあるので、はい、あ大変だろうなっていうのはあるのでその、なんかね、音楽家とか男としての生き様っていうものはものすごくかっこいいなと思ってますよね。いや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 、そういう番組じゃないから。違います違います先輩、そういう番組じゃないです。いやでもあのやっぱそれはね多分ねジャンルは違いどあるのはすごくやっぱ僕も感じてて、やっぱデジタルミュージックで、うん、しかもライブが多いっていうそのクラブでの、うん、クラブのスピーカーでのライブってなるといわゆるドンシャリっていう言われてる、うん音のねその調整されてる部分で三味線だけがやたらそのとんがって前に出てしまうっていうのはすごくあって、うん、でもこんだけお客さん入るからこれぐらい削られるからって言われるけど、いや そういうことじゃなくて、うん、これで聴いても気持ちよくないんだよって聴く側にとっても気持ちよくないからどうしようっていうのを、しかも本当にいつもリハの時間とかももう本当50分しかない中で調整しなきゃいけないっていうのは常にあるけど、でもそこをクリアしないと出来上がらないんだろうなっていうのは、うん、今もやっぱ常にありますね。そうだよね、基本的にはスピーカーっていうのはもうやっぱり本当はそれ用に調整してもらった方がいいんだけども、うん、ドンシャレだと低音高音が上がってくるとやっぱり三味線でやってしまうとちょっと痛いとかね、うん、そう真ん中だけがグッと上がっちゃうんで、うん、だからそこら辺の調整っていうのはもう宅の人間と相談するのか、そうですね、あるいはもう自分の方であのアウトするときにもちゃんと一応セットを組ん で、ね、ある程度出していかないと多分無理かなっては思ってるんだけど、うん、ありますね。アーティーどう、これ話してて、めちゃめちゃ勉強になるというか、三味線の、ね、あれこれっていうのを結構聞いたことないですから、やっぱ富士さんと出会って僕も向き合ってるんで、うんうん、津軽三味線の鳴ってる位置っていうのがトラックに乗っけた時にすごい難しいんですよ、うん、だから今のお話はすごいこう痛感というか、うん、新東京商店街、津軽三味線奏者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしています。さあ舞台が終わってですね、舞台ザファクトリーが終わって、まあ、約2週間ほど経ったんですが、はい、来ていただいた、ね、お客様から本当に、再演だったので2度目見に来られた方も、まあ、新たな発見があっただとか、あとはやっぱりそのもっともっとエンタメ感を強くしていってもいいんじゃないかっていうような意見だったりとか、あとはすごい固いイメージを持っていたんだけど来たら本当にエンタメショーだったねとか、あのエンディングでね涙してる方が結構たくさんいらっしゃって、それは本当に嬉しいなっていうふうに思ったのと、同じようなそのエンタメの業界だとか、まあ、各そういう事務所の関係者の方たちとかからもすごくいい評価をいただいて、まあ僕らとしてはすごくこの再演っていうのすごい難しいんですよ、実際やっぱ劇場のサイズも変わりで、初演のから変わったキャストの方もいらっしゃって、まあ、ストーリーテラーをやられていた、初演は、ね、横地正さんという方が、はい、俳優の方がやられていたんですけど、今回は下條あとみさん、そうですね、はい、に入っていただいたりとかで、すごくその、ね、初演を再演するという上では劇場のサイズが変わるだけで演出の仕方も変わるっていうところで、本当にそこら辺は、演出脚本を手掛けた狂言の、ね、大倉元成もすごく苦労した部分だとは思うんですけれども、やはりこう下條さんに代わって僕らの気持ちも新たな気持ちでやらせていただいたので、初演とはまた違った、新しい風が吹いたのかななんていうふうに思ってるんですけれども、このファクトリーの舞台に関してはこのスタイルっていうのは変えずに、今後また、はい、中身のパフォーマーの部分だったりとか、まだまだ、ね、同じその関東でも、皆さんがなかなか触れることの、ね、うん、機会の少ない伝統芸能だとか郷土芸能っていうのはあると思うので、この形でまた新たに来年以降作っていければいいなと思っていて、
まあ、あとは気になるのは文化庁の芸術祭に出品してたっていうところ で、はい、 そうですね、それの結果も ね、 そうですよね、気になるところではあるんですよ。そうですね、そう結構ね嬉しかったね。やっぱ学校公演やった方がいいんじゃないかっていうご意見がお子さんお持ちの、うん、そうすごくいいと思いますね、方たちからいただいたのは、はい、僕らもねできればそういうのやっていきたいなっていう、うん、そのね大人の方たちに見てもらっていろいろ日本を再認識してもらうのも嬉しいし、あとはやっぱりまだまだ日本の文化とかっていうところをそこまで知らない子どもたちとかにも伝えていけたらななんていうのは今後の課題かななんて思ってるんですけれども、まあ、今後もザ・ファクトリーの動きにこう皆さん注目して見ていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今日のコーナーは締めたいと思います。ザ・ファクトリー東京がお送りしている新東京商店街、そろそろ閉店のお時間となりました。閉店です。いや今日は緊張したな。緊張しましたね。僕からするとお兄さんでもあるんですけれども、うん、まだまだ自分に足りてない部分とか、うん、もっともっとやらなきゃいけないことっていうのを改めて本当に気づくことができた一日だったので、本当に今日は感無量でございます。はい、わかりました、はい、じゃあ番組へのご意見ご感想はツイッターのハッシュタグ、はい、新東京商店街をつけてお送りください、はい、または久保田裕二アーティファクトのアカウントへ直接お送りいただいても OK です。はい、はい、もう今日はでもねビッとして帰りたいんでもう締めましょう。はい、さあここまでは津軽三味線奏者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしました。それではまた来週。緊張したよー。